スポイトを使ってそこに沈んでいる深緑の沈殿物の汚れを掃除中です。昨年の暑さ対策のために始めた気化熱を利用し水温低下を望んだ連結素焼き鉢水槽です。下の黄色のコンテナ水槽は万が一のため鉢からのオーバーフローや飛び出したメダカを受け止めます。中の10匹余りの昨年生まれのメダカたちは無事越冬できました。これは昨年9月の親メダカ水槽の様子です。これが今の様子です。掃除はスポイトを使ってそこに敷いた玉砂利の下をきれいにします。青緑に産みつけた卵を発見。小さなカップ4個の中に卵のついた青緑をキープしました。孵化も始まりました。この稚魚たちを見るのが楽しみなのです。これは昨年9月の稚魚たちの様子です。これが今の様子です。ここもスポイトを使ってそこに敷いた玉砂利の下の掃除です。多くの小さなメダカたちは冬を越せなかったのです。暖かな冬だったのになぜかわかりません。採取した汚れの中には初めて見た微生物もいました。その前に面白いメダカたちの行動です。初めて見るレーザーに興味津々。レーザーってメダカにはとっても美味しく見えているようでした。レーザーには少し負けたかな。でもメダカたちに癒されています。では本題に戻ります。親水槽の底の汚れです。うわ、いきなりごめんなさい。初めて見た油ミミズです。気味悪い生物ですが水質を悪化させるのではなく悪化させるものを処理してくれているようです。そこには多くの微生物たちもいました。次はコンテナ水槽の底の汚れです。黄色のコンテナ水槽の沈殿物にいました。ユープロテスと呼ばれる微生物でブロックや鞭毛虫も食べるようです。ユープロテスは下水処理場では汚れた水をきれいにする微生物です。2年目メダカ水槽の底の汚れです。ここには丸くて回転しながら泳げる微生物、名前まではわかりませんでした。ごめんなさい。なぜかたくさんいたのです。親メダカと違い自給自足だったから。
メダカチャンネルファンの皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。少しでも良かったと思っていただけたら、グッド評価、コメント、チャンネル登録をしていただければ嬉しいです。